今回はホッキ貝の下処理からバター焼きを作っていきます。最後まで見ていただき、美味しいバター焼きを作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。最初にホッキ貝の表面についている汚れをたわしなどで洗っておきます。それでホッキ貝はここに水管があって、こことここに貝柱がついているので、貝焼けかナイフなどでここの水管に入れて、こういう感じで水管から入れて貝柱に沿って外すと殻が開くので、あと殻に沿って紐を外して反対側の貝柱も外すと、こういう感じで殻が開きます。こことここですね。あとこことここにも貝柱がついているので、ここの貝柱を外して、紐は殻に沿ってここですね。で反対側の貝柱も外して、外れたホッキ貝はボウルなどに入れて、あとここに薄い膜があるので、ここを外すと簡単に取れます。それで次に紐の部分をこう開いて、ここに付け根があるのでここを切ってもらって、身を回しながら反対側のここの付け根を切ってもらうと、これで身と紐が外れます。それで紐はここの水管のところに砂が噛んでることがあるので、先を少し切ってもらって、ここの水管の部分を半分に割っておきます。あと紐の下についているビラビラみたいなのをこういう感じで取っていきます。ちなみにホッキ貝は砂の中に埋まってて、この水管だけ外に出てるので砂が噛んでることが多いんですよね。あとここの黒いのは手で簡単に取れます。次にバター焼きを作る場合は、ここから身を半分に切って、あとここの黒い綿の部分をこそげ取っていきます。それで紐の部分も半分にして、貝柱も取っちゃいます。先ほど取れなかった部分をきれいにして、これで一度水洗いしておきます。それで食べやすい大きさに切ってもらって、あと紐ですね。この身をホッキ貝の殻に詰めて、この後焼いていきます。殻がずれないようにアルミなどで台を作って火にかけて、水を身の半分くらいが浸るくらい入れて焼いていきます。
ホッキ貝から出汁が出るので水だけで十分です。半分くらい火が入ったら、ここにバターを加えてさらに焼いていきます。バターが溶けたら、ここに醤油を少し足してさらに焼いていって、ホッキ貝に火が入ったら青ネギなどを散らして、ホッキ貝のバター焼きの出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録の方もお願いします。